オは裏クリックというのがテーマです。裏クリックといえばもうすぐ10万回再生していくあの裏クリック練習ベース動画の木村先生、はい、あもうそんなになりますかそうですよね、はい、改めてちょっとその裏クリックの技を見せていただけたらなと思うんですけど、はい、やっぱ裏クリックできなきゃダメですか。裏クリックできなきゃダメでしょう。ダメですか、うん、もう言い切ってもいい言い切ってもいいんじゃないですかね。やっぱこのねリズムをこう極めたいっていう人はやっぱりね基本かなと思いますね。まあ裏クリックといっても、今日は8分の裏で大丈夫なんですか。裏って言ってもいろいろあるんですけど、ね、そうですね、うん、8分の裏で今日はいいですよ。はい、120で四分音符で出すのでそれをまあ裏で聞いていただけたら、まあ、皆さん普通これね表で撮ると思うんですよ。ワン、ツー、スリー、フォーですね。それだけだとダメなんですね、うん、まず8裏なんで今日はだから8分をまずこれで感じないといけないですよね。そうするとおなじみの歌い方があるんですけど、そのワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ですね。裏のところをエンとアンドと歌うということですよね。はい、で、それで、歌っていくうちに1個減らしていくと、ひっくり返るんですよ。うん。それが、やってみますけども、1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 1 2 3 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, 2 and, 3 and, 4 and ですね。はい、ひっくり返りました。はい、うん。はい。じゃあ、とりあえず、木村さん、前のこの、はい、人気動画の、はい。普通のスケール練習みたいなの一回やってみます。あ、もうこれ普通にスケールやればいいだけですよ、これで。はい。1、N、2、N、3、N、4、N、1、N、2、N、3、N、4、N。できる人はできると思うんですけども、はい、そこでフレーズってなるとまた難しいんですよ。そうですね。休符があったり音が8分だけとは限らないですからね。じゃあまずカウントからねいきましょう。1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 1 2 3 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2この状態ですね。1 2 3 4 1 2 3 4。まあ、ちょっとフレーズ16を入れたんですけども、まあ、ちゃんと8裏になってましたかね。はい、はい、白石先生、はい、ギターの場合はこう、やっぱりこのストロークがあるんでね、はいはい、裏のカッカの時がここでね、アップ、うん、がね、と合うようにまずこう練習したらいいんじゃないですかね、うんうん、はい。まあ全部ダウンでもいいですよね、まあ全部ダウンでもいいんですけどね、はい、そう、僕ね、僕逆にこう忘れちゃうとこんがらがっちゃうんで、もう聞いてパッと感覚で入んないと逆にねこんがらがっちゃう、わかんなくなる。なるほど、なるほど。裏で聞くのの入り方って人それぞれいろいろありますよね。ロギーさん、はい、
結構複雑なやつをちゃんと数えてれば、あの休符もちゃんとリズムの一つとして成り立っているので、あのこういうバッキングがですね、ちゃんとあのそう裏クリックで分かってると、あの休符も恐れず入れるとは思いますよね。休符を感じるってのはね、そうですね、うん、休んでるじゃなくても、うんうん、グルーヴの一つとしてちゃんと感じてるみたいなのはやるとですね、休符も符ですからね。そうですね、音楽だっていうのはよく言われたよね。あの抜けることも全然怖くなくなるっていうのがありますね、うんうん、それは気持ちいいみたいな。怖くない。はい、うん、はい、どうもどうぞ。で、裏クリックで普通のビートを叩くのはまあまあできると思うんですけど、はい、結構あの複雑なね、フィルとかね、いろいろやってもずっと裏で崩れないというね、